長澤のぞみです。日本の北海道から来ました。8月20日にカナダに来て、それからここの学校に通ってます。学校を選ぶときに比較してたときに、こちらの学校だと実際にクラスで学んだ表現などをフィールドトリップで実際のお店やお店などで会話として使うことができるのを聞いて、そこが実践的でいいなと思ってこちらに選びました。パワースピーキングとカスタマーサービス、スタードラマーを受講しました。はい、特に発音であったりとかリンキングだったりイントネーションを重点的に矯正していくプログラムで、結構発音とかが苦手だったんですけど、それを受講することでちょっとだけ自信がつくようになりました。パワースピーキングの先生でフェルス先生が一番なんかフレンドリーですごい楽しくて、フィールドトリップも一緒に行ったんですが、とても優しくてすごい好きな先生です。クラスメートはみんなとっても仲が良くて、放課後遊びに行ったりすることもあります。主に韓国の子だったりスペイン系の子が多いイメージです。初めて来た時すごい緊張してたんですが、ドアを開けた瞬間にすごい明るい雰囲気がもうすごい伝わってきて、なんか通りすがる先生たちをみんな笑顔で挨拶してくれたり、知らない子と目が合ってもこうニコって笑ってくれたり、とっても雰囲気が明るい学校です。はい、来た時よりは伸びたかなと思います。最初来た時は英語を聞き取るということがすごい難しかったんですが、今は先生の言っていることが理解でできるようになったので伸びてるのかなと思います。あとはスピーキングがもう少しこれからの生活で頑張って伸ばしていきたいなと思ってます。はい、今はカフェで働いているので、そのカフェのシフトをたくさん入ってラテアートをもう少し頑張ってうまくできるようになりたいのと、あとは旅行にたくさん、カナダにせっかく来たのでカナダ本土とあとは近い国にたくさん旅行に行こうと思っています。留学に迷っている方はぜひ RCIIS へ。